三菱一号館美術館公式 YouTube へようこそ。学芸員の岩瀬です。東大名誉教授で倉敷の大原美術館館長三浦敦先生をお招きしてお送りしている美術講座、19世紀末のアートシーン。19世紀末に活躍する画家の新しさについて解説していますが、今回取り上げるのはエドガー・ドガです。ドガはね、銀行家の息子だったんですよ、うん、これは一言言ってもいいかもしれないけど、印象派って結構ブルジュアの息子が多くて、子弟が、うん、そんなにまで経済的に苦労していない人が多いんですよ。もちろんブルノワール・モネとかは稼がなくちゃいけなかったし、セレオもそうかな、ある時期から、うん、でドガもちょっと実家の銀行がおかしくなってからはやや経済的に困難を覚えた時期もあったかもしれないけど、でも、まあ、恵まれた人ですよね、うん。だから印象派が極めて大胆な実験をできたのは、経済的な不安があまりなかったからということは、まあ一つ言えることですね、うん。今日の一枚としてはこちらの作品を紹介したいと思っています、はい。ドガといえば、踊り子というくらい、まあ、たくさんの踊り子の作品を描いていますけれども、こちらはそのうちの一枚、アメリカのダラス美術館所蔵のパステルの作品です、まあ、一体何人の踊り子さんがいらっしゃるのかという感じがしますけれども、うん、はいはい、数えてみますか。数えてみましょうか。私の印象で4人から5人ぐらいでしょうか。1、2、3、4、顔がちょっと見えるのが4人いて、はいはい、でもここにいますよね、きっと。そうですね、6人ぐらい。あ、ここに、あ、なるほど。これ右手ですもんね。右手です、はいはい、うん、非常に面白い。私これ大好きな、実はパステルなんですけど、まあ、画面の中心に描かれているわけではないですよね、うん。ここがやっぱりドガのすごいところで、ドガはやっぱり構図とか視点とかにすごくこだわった画家で、西洋絵画ってやっぱり中心にモチーフを置くと、はい、でもずらしてもこの女性が一応中心だと思うんですけれども、要なんだけれども、それを右にずらすということですよね。左右対称を壊す。あと上から下を見下ろす視点で、なおかつ斜めになっていて、対角線構図と見下ろす視点と中心をずらすというですね、もういろんな技を使って変化を与えているという面白い絵ですね。この絵を見ていると、この視点っていうのは、うん、一緒にこう共演している踊り子の一人というわけでもない。これは桟敷席あたりから見下ろしている観客の眼差しに近いかなっていう感じがちょっとするんですけどね。少し近いけれども少し高いところから見下ろしているような。う、うんうん、あとこれはやっぱりその人工照明ですよね、はい。モネの場合は自然光でしたけれども、これは劇場内の人工照明で、ドガはモネとは違った意味でそういった光の効果っていうのもここでつけてますよね、うん。まあ、下からのライトアップを受けて、はい、いるっていうところが、まあ、強調された描き方になってるっていうところですかね、うん、はい。あとやっぱりこうさまざまな手のポーズとかですね、身振り仕草、このあたりのバリエーションはもうドガならではというか、うん、普通はポーズして決まったそういうですね、はい、身振りとかを描くわけですよ。だけれどもこれは そういうんじゃなくて、たまたまその時見えましたっていう感じの、うんうん、そういうポーズですよね、うんうん。それが折り重なっているのが非常に面白くて、これもある意味で印象派的とも言えると思うんですよ。瞬時の印象を、まあ、定着したという意味では、やっぱりドガも印象派の仲間に入るんだなというふうには思いますよね。なるほど。確かにこう整然としてこう決まったピシッとしたポーズを取ってるっていうわけではないですよね。そうですよね。で動きの、まあ、瞬間をどういうふうに捉えて描くのかっていうことですよね。そういった意味において、まあ、印象派という言い方もできるんじゃないか。一方でジャポニスム、浮世絵とか、そういった影響っていうのは、例えば切り取り方とか、はい、そういうところであるでしょうか。いや、私はそれはあると思います。ドガは実際浮世絵版画も持っていたし、そういう影響はそんなに取り入れたと思うんですけれども、ただゴッホなどとは違ってですね、そういうのを出さない、うん、それは密かに自分の中でうまく摂取して吸収して
いかにも浮世絵って感じじゃなくて、もう完全にドガの世界になってる、消化吸収して自分の世界にしてしまってる感じですよね、これは。うん、確かに浮世絵版画見ると、あ、画面の端でモチーフを切り取ったりとかね、はい、こういう思いがけない視点とかそういうのがあるから、うん、きっとそのあたりも彼にとって刺激になったと思うんだけれども、ただいかにもっていう感じでそれは分からせない、悟らせないところがあるんじゃないでしょうか。うん、私ちょっと気になるのが、この踊り子の顔、はい、まあ、さっき先生がおっしゃったこの手前の一人は、まあ、はっきり顔が見えるんですが、うんうん、もう他の人は入り乱れすぎてほとんど顔が見えないと思うんですけど、うん、ということは、まあ、顔が重要ではなかったということですよね。まあ、この一番中心のこの子だけはまあ描いてますけれども、他は必ずしも顔は重要じゃなくて、うん、まあ、身体造形の中の一部分にしか過ぎないっていう、そういう扱いで描いてる、まあ、それもドガらしいなと思いますね。ドガはどうして踊り子ばかり描いたのかしら。オペラ座によく通ってた時期があって、オペラ好きなんです。音楽も好きだし、やっぱり動きのあるものに対する彼は関心が強い人で、だから競馬場の馬もよく描いてますよね。競馬場とこのオペラ座の踊り子って二大テーマで、彼にとっては、うん、やっぱりその動きに惹かれたっていうところがあって、でその当時の踊り子って、もうこれはすでに有名な話だけど、ほとんどね、ブルジョアの金持ちのパトロンを見つけるために踊り子やってたような人たちが非常に多かったんですけれども、パトロンが絵に登場してくる作品もいっぱいありますよね。あるよね。横脇の方でこんな感じでこう眺めたり、オペラ座の年間予約席を持ってる人は楽屋裏にこう入れたっていう特権を持っていたので、そこで悲劇の踊り子と終わったらこうなんか歓談してとか、場合によって食事に行ってとか、いろいろこうあったわけで、でもドガがそれをやった人ではないと思う。確かあの彼が年間予約してたのは1年ぐらいだけで、他はそのオペラ座の支配人と結構知り合いで入れてもらってたっていうところがあるらしくて、うん、その絵を描く素材探しで、うん、没後にあの、うん、アトリエから大量のその彫刻が発見されたのもほとんど踊り子をかたどってるものでしたよね。うんうん、やっぱり造形的な感じなのかなという気がしますけどね。前回のルノワールと比べるとだいぶ関心のところがあるというか、いや全然違いますね。女性美を追求したルノワールに対して、踊り子のその時その時の身振りとかポーズとか動きとか、そういったものを、それが一番複雑になったところを捉えたっていう感じの絵ですね。いや、こう見れば見るほどこう複雑さに引き込まれていくような、うん、面白いです、ね、いやこれはもう印象の中でもドガならではっていう絵だと思います。斬新ですよ、今見ても斬新ですよ。まあ、印象派の回、まあ、モネのまあ自然を描くで、まあ、筆色分割で描いていくっていうところで、それからまあルノワールが人物画なんだけれども、まあ、印象派の技法を適用としながらも古典とまた向き合ってまあ試行錯誤していった。で今回のドガはその視点であったり構図であったり、また動きの一瞬を捉えるっていうところで、また違った新しい印象派の魅力が見られたかなというふうに思います。で次回はまあ印象派を、そんな印象派を乗り越えてさらに次のステージにまあ行こうとしたセザンヌが登場するということで、次回も楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。